はい、対戦よろしくお願いします。ということでね、今回は昔環境だったデッキをね、使いたいと思います。吉野モルジアナですね。これで、今のシーズンマッチをやっていこうと思います。やれるでしょう。ね。初手に吉野打ちました。で、2手目にアルカード。完璧な出だしですね。さあ、こっから、次は罠かな。もう、このデッキはいつ頃だろう。ベルゼブブが出る前とかに流行ったデッキですかね。で、出たモルジアナいきます。3955の代償で、4944のダメージ。はい、代償がものすごく痛い。なんだこの代償は、受けすぎだろう。意識回復されるのか。どうしようかな。とりあえず、特殊出そうなんで、イベット貼っときますか。ね。で、イシュケのコンボと特殊出してくれないかな。異世界アラジン、陣雷。おい !2017 年には、そんなダメージなかったぞ。おい、イベットで帰らないじゃないか。どうしてくれるんだよ。あれ吉野とアルカールとモルジアナぶっ飛ばしたのに、相手の方が体力高いな。あれどういうこと？これどういうこと？おかしいな。あれおかしいな。で、シルビエか。くそ、罠が意味をなさない。で、何引きますか？おーっと、メルノガイス。行きましょう。3ターン。通常特殊カット。今の時代では考えられない。フォースがない。カットだけ。で、しかも相手は雷撃だ。おー、陣雷。そんな、メルノガイスを無にしないでください。お願いします。無理ー。陣雷ダメージ無理ー。どうしよう。どうします皆さんこれ。とりあえずルキア打って。いや、ルキア打ってって、ルキア打ってもどうしようもないじゃないですか。メルノガイスで耐えれるんですか。スプラ、お魚さん。これが時代の差ってやつですかね。いや、アズリエル今来ても、吸収とかないんですか。いきます、エンデガ。ダメージは、おー、エンデが、昔の駒ですけど、お前だけはいつでも現役。で、おー、ハロメじゃないや、周年メイティス。で、電気で撃たれて、オーバーキャラー。ダメだ。こんなデッキじゃ勝てない。クソ、進化するしかねえ。はーい、対戦よろしくお願いします。ということで進化してきました。もう吉野モルジアナは時代が遅い。もう無理。あんなのじゃ勝てない。今の時代、そう、ビナペトラです。今の時代はビナペトラ。皆さん、ペトラ使いましょう。モルジアナ？あんな3000何百ダメージ食らって4900のダメージ？今の時代は1000ちょっとの代償で4500600出せるんですよ。見てみせましょう。ペトラの力、そしてビナの力、見てください。まずね、マデッキなのに、もう吉野モルジアナより体力が高い。これが今の時代です。そして、ビナのね、コンボスキルもあるんで、別に平行打ちしたっていいし、普通の打ち方してもいいです。そして、ホワイトアルカード。簡単に2000ダメージ出せる。今の時代はそういうもんなんです。はい、そして、サマーブランジェッタ。さっきのブランジェッタは3ターンかかるんで、置くところがね、見余りました。もっと早く置けばね、置けてたかもしれないけど、イベットを先に打ってしまったので、もうブランジェッタ打つタイミングがなかった。しかし、サマブラ2ターンで発動。いつでも打てる。そして、何打とうかな。ここはリッチですね。で、リッチ打って、で、次、金魔門かな。そう、アズリエルだったらね、毒ダメージは出せるんですけど、コンボが良かった。しかし、キンマモン最強。令和のフォース。それが、キンマモンですね。で、しっかりとサマブラも発動して2体召喚します。そしてこのゾノバが強いんだ。ね、普通のブラジルもね、まあ毒は出せますけど、コンボがない。しかしこのゾノバ、しっかりと吸収してくれる。うん。いいですね。毒ダメージも入って。そして、相手の、キンマモンは切れると。いうような感じで、おっと、そこに炭治郎じゃない、善逸か。そこ取れないな。まあ、取れないけど、どうしよう、それ。まあ、一旦無視か。はい。ルキア打つべきか。いや、ここはマイティだな。マイティ打って、あ、やば、ダブコン忘れてた。あら、ダブコン忘れてた。ミスだ。ミスっちゃったけど、まあ、どうにかなってくれると信じて、まあ、キンマモンも張ってるんで、陣雷できないでしょ。特殊出したらね、マイティで、そう、それでいいです。そういうことです。危ない。で、どうしようかな。イオフィ、ファビオ、ルキア、まあ、ルキアだな。飛ばないですもんね、多分。ファビオでも。いやー、ペトラがあったら飛ばせてたと思うんですが、まあ、しょうがないですね。耐えれるかなこれ。ロックで釣る。何を釣るんださあ。おお、トゥラン。危ねえ。で、2800と陣雷っていうか、雷撃ダメージ入って耐えていく。で、あとは、イオフィとアルカードつなげば GG ですね。まあ、これが、ビナペトラです。はい。吉野モルジアナじゃできない。はい。対戦ありがとうございました。はい。対戦よろしくお願いします。今日の補正あれですね。ディートリッヒがバカみたいな多い。転結がクソ多いですね。まあ、しょうがない。神の HP が 1.05 倍されてたら、まあ、転結使いますわ。強いんでね。で、しかもね、HP が 1.05 倍されてるってことは、ディートリッヒにペトラ。絶対入ってるデッキありますから。しかし、僕のビナペトラ強い。ビナとキンマモンを引いている。そして、ベルグレーデ。まあ、2017年環境とかだったらアルカードってあったんでしょうけども、違うベルグレーデ。まあ別に、性能は変わりませんけどね。見た目ですよ、見た目。ベルグレーデの方が強そうっていうね。あらまートゥールラも来ちゃった。こりゃ強えわ。強のお強ですね。まあ、僕が引いてるってことは、もうお相手も引いてるっていう可能性が高いんですよ。引いてたー。まあ、そうですよね。自分がキンマモンを引いているとき、また相手もキンマモンを引いていると思わなくちゃいけないんですよ。まあ、お相手がキンマモンも打ったらね、僕も打つんですけどね。打ちますよ、そりゃ。さあ、こっからどうしようかな。何が飛んでくる？フォースか。どうしようかな。巻いておこうかな。置いて、いや、リリティ、いや、さやか？こっち。違うな。いや、マイティ C5 でよかったな。ミスったな。まあ、許してください。ちょっと早く打ちすぎちゃいましたけど、脳死で打っちゃいました。まあ、どうにかなるっしょ。ね、特殊出してくださいよ。ねえ、特殊出しましょうよ。わ、気持ちいい。まさかの代償。これは気持ちいいダメージが返りますね。ワンチャントゥールラ X でもありなんじゃないかと思う。どうしようかな、俺。いや、イリニア取るか、トゥールラで。あ、でもこう取るとあれか。C1 か。まあ、根格打たれても。まあ、トゥールラ金もあるし、耐えれるかなとは思う。やばいな。今日ガバガバだな、プレイが。痛い。ヴィーナス。どうしようかね。春、いや、ファビオ。いや、巻いて打つか。さあ、踏み罠だと思ってください。やめて。返さないで。返したら、牝馬のコンボ、食らいますよ。8000飛ばせないけど僕、バイス引かないと。バイスかペトラ引かないと無理ですけど。ねえ、どうなんですか？牝馬のコンボ食らいに行きますかって言っても、牝馬のコンボ最大出ないんですよね。まあいいか。おっと、ペトラで代償する。オッケーオッケー。まあ結構ダメージ食らいますが、ですよ。相手の HP が下がってくれたので、これは、エヌマレイヤでいけるでしょう。危ねえ。代償してくれたおかげで勝ったみたいなもんだな。ちょっとこれはガバプレイを見せてしまいましたが、まあ勝ったからいいんですね。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。なあ、みんな。僕はあと何回、ディートリヒの転結と戦えばいいんだ。おい！まあ行きましょう。ロールやん。どうしようかな。これはね、悩ましいですけど、やりますか。平行ヴィーナス。吉野じゃできないこと。ヴィーナスだからできること。まあ、ちょっとコンボ強いの引いてないんですけど、まあ、あと2、3ターンで引きます。あらー、ペトラ飛んできた。痛い。4800。モルジアナだったらもっと代償食らってるぞ。いやー、時代の進化ですわ。まあ、僕もベルグレーでダメージを与える。いや、いいですね。いや、ここは、ペトラかトゥールラかキンマ、S ゴマ、どれか引きたい。おっと、シユキ、ちょっとそれは S ゴマなんですね。やめてください。いてー。まあ、でも、くさびが一本になってくれた。ありがたい。おっつ、どうしよう、これ。N マレイヤだな。ちょっとね、イオヒはね、打てませんね。神駒がないんで。コンボがダメ。弱い。さあ、どうきます？ OK、OK。ウンディーネか。ならなんか、変置き駒引きましょうよ。はい、来い！リッチー！置けない！じゃあこうか。いや、リッチ、置けないって。どうしようかな。まあ、バイスは持ってる。守護者打つか。そっちに弱いか。くさび踏みながらやるっていうのがいいのかな。はい。いや、ブラジェ。守護者で HP 回復するのありかな。吸収して。で、どうしましょう。守護者取られるかな。X で代償ダメージ。いくつ食らう？3200か。次のターン耐え。いや、6700。いや、ペトラ打って耐えれるかな、これ。1400の代償しました。で、これでダメージ食らわせます。いいダメージ、4445。で、マカミとかだったら飛んじゃうかな？カリスとかだったら耐えそう。バイセとか、いや、バイセ大丈夫か。異世界ラジはどうだ？一本だけ残ってギリギリ耐えたー。98。あと一本でもくさびが生えてたら終わってましたね。これ、ペトラの代償がここまで低かったから勝てたってことですね。モルジアナとは比べ物にならないぐらい強い。はーい、対戦よろしくお願いします。お、ヴィーナス対決ですね。いいですね。引きが強い。なんだこの引きは。そしてお相手はなんだ？代償かな？まあ X に行く必要はないでしょう。普通に行きましょう。で、相手が X で代償打ってきたら、まあ、僕もペトラつなげる。さあ、どう来る？風車か。まあまあまあ X には来ませんよと。じゃあ一旦ね、どうしようこれ。いや、メイジスだと絶対挟まれる気がするんで、いやー、仕打ちしますか。仕打ちしてから、まあ、D5 に行って、トゥーラーとか置いてっていう動きがいいかな。いや、フォースか。ペトラ打っちゃおうかと思ったんですが、いやー、もったいないけど、マイティいっちゃいますか。ね。もしかしたら返されないってことがあるかもしれない。いや、絶対ないわ。まあ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 。尊い犠牲ですよ。ゾノバの位置は素晴らしいですね。そのゾノバの位置はいやらしい。まあでも、これは、ね、トゥールラ打っちゃいましょうよ。相手は神タンなんで。神タンにできないこと。それはただ一つ。そう、相手はトゥールラを入れられない。それだけでアドが取れないっていう今の環境なんですよ、セロニアっていうのはね。トゥールラなんですよ。正義はトゥールラにありとは言ってますが、まあ負けるときは負けるんで、しっかりとやらなくちゃいけない。さあ、ペトラを打つか、守護者かな。で、まあ吸収して、まあ X にさやか置くっていう手もあったけど、まあでもこれでバイセつなげてきたらペトラ行っちゃう？いや、まだ行かないな。おっと、富岡義勇さん来ちゃったね。あんた打てん、ペトラが打てんくなりました。まあそしたらまあ罠を置いといて角から詰めていきましょう。あわよくば富岡さんを取りに行く。相手が中入ってきてくれたらね、富岡さんを取りに行ける。ただ相手結構回復するな。ボルトヒール強いな。まあ相手がボルトヒールするんだったら、こちらはね、ベノムヒールで対抗だよというような感じで、次のターン回復できますね。ロックかな。ロックからのペトラ。いやでもな、コンボがないな。どうしよう。ホーリーとボルトヒール。それはおいくつ回復しますか？2400。いい回復ですね。あらまあ、僕もいい引きをしてしまいました。行ってこい、キモモ。まあ、ファビオがね、とても強い。ファビオ OP。ファビオくん、あんたやるね。そして相手はね、特殊出したらね、さやかさん発動しちゃうんで、まあ、つなげてくるんだ。コンボしてくるんだ。じゃ、それはしっかりとね、返していきの。ブラジェ5枚返しが開きましたね。さあ、飛ぶのか飛ばないのかって思うじゃないですか。ペトラ行きます。飛びます。これは飛んじゃいます。しっかりと 1.73 倍で通常で3900出してのペトラ。はい、強い。はい、大勢ありがとうございました。はい、大勢よろしくお願いします。卓畑知事姫。まあ、ディートリヒと同じなんですよ。ね。どうしようかな。悩ましいですね。フォースされる。ビナ打ちます。一旦ステイで。リッチ平行で。今日はよく平行に打ちますね。まあ別に打たなくてもいいと思うんですけど、ちょっと平行に打ちたくなっちゃう。転結相手だと。まあ、ウィブ点だったらいいんですけど、別に通常のね、転結にこんな打ち方しなくていいですね。皆さんは普通の打ち方でいいんじゃないでしょうか。どうしよう、ミスった。ミスった、やばい、ミスった。なぜビナを打たなかった。やらかしとるだろう。まあいいや。ちょ、落ち着きましょう。落ち着いて、金馬も打ちます。ここは、ね、コンボ強い金馬も打つべきでしょう。早くヴィナス打たないと。ねえ、エルロージュとかだったら打たなくていいんですけど、ヴィナスはターン開始時なんで、ね、相手の最大 HP じゃないんで。やばい。さあ、引きはオッケー、トゥールラ来たけど、まあ、ここはもう打つしかないヴィナス。行く。危ねえ。もう、早めにヴィーナス打たんと。まあでも、いいんじゃないでしょうか。さあ、お相手はコンボつなげてくるはないか。そこか。いやー、まあ、あれか。まあ、金は繋げてもいいな。お、N マレイヤー来た。ナイスー。行きましょう。あ、ミスった。またミスった。また左から2番目の子も行っちゃった。もうバイス打っちゃダメでしょ。ねえ、明らかなるミス。どうしよう、これ。N マレイヤー打ったと思ったのに。僕のフィニッシャーが1体消えました。まあいいや。大丈夫、大丈夫。あ、焦ってないですよ。ね。5タップが多いから、ちょっと焦るわけないじゃないですか。まあ、こっから、PS で見せていきますよ。ね。うん。あ、うん。これは、まあ、角にトゥールですね。ああ、いい。とてもいい。とてもいい進行。ね。そうでしょ。うん。お相手で打てるところ少ないですからね。どうしますかって。みんなに当てるとかね。3枚返しするかとかしかもうないんで。盤面は勝ってます。うん。いやー、つなげてきましたね。まあ、カリスの陣雷。ただまあ、ブランジェッタはそこまで回復の方が強いですからね。で、8000。で、おー、来た、ペトーラ。いきます。バーチャル大賞 YouTuber、ペトーラ。これで次のターン、ペトラのコンボも使えますね。で、言うて怖いのは何？まあ、8000さすがに飛ばないでしょう。まあ、カリスコンボ弱いんで。ね、くさびばらまくだけなんで。ばらまき女子ですよ。金は効いてるけど、僕の体力残りほぼ4000。N マレイヤと、ペトーラの鬼強コンボを使って GG ですね。4700。ダメージがおかしい。はい、対戦ありがとうございました。